献立に迷った時はチャンネル登録をしてぜひ参考にしてください。動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんこんばんは、中学生のママ、当チャンネルのドイチです。今回は茶碗蒸しを作っていきます。まず干し椎茸適量は水につけて戻しておきます。椎茸の戻し汁大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、そして動画では入れ忘れてますが椎茸も入れて電子レンジで2分加熱していきます。かまぼこは3つ分カットしていきます。厚さは1センチ程度ですかね。次に卵液を作っていきます。ボウルに卵2個を割り入れて、300cc と合わせます。まずは卵をよく混ぜて、先ほどのだし汁も加えてしっかり混ぜていきます。みりん大さじ1と料理酒大さじ1、醤油小さじ1加えてよく混ぜて、茶碗蒸しの器に小さく切った鶏肉適量を入れて、先ほどの卵液をこしながら入れていきます。だいたい同じ量になるぐらいに均等にして入れていきます。あとは干し椎茸を入れたり、カットしたかまぼこも乗せて、ここまで来たら蓋をして生地の方は完成になります。オーブンで150度で35分加熱していきます。今回は25分加熱してるんですけど、ちょっと時間が足りないかなと思います。完成しました。すっごいプルプルで超美味しそうにできました。椎茸のいい香りがふわーっと漂ってて、もうめちゃくちゃ美味しそうです。では早速いただきます。まだ出来たてなのですごく熱々です。味はすっごく美味しいんですけど、ちょっと生ですね。これはもう一回オーブンで加熱するか電子レンジで加熱するかちょっとしてから食べた方が良さそうです。ということで電子レンジで1分ほど加熱したら、だいたい火が通ったんじゃないかなと思います。さっきよりもサクッとスプーンが通ります。美味しい。しっかり出汁が染み渡っていてすっごく美味しいです。椎茸の出汁と鶏肉の出汁がまあベースとなってると思うんですけど、まあ、卵も今回ちょっと電子レンジでやっちゃったのでプルプルではないんですけど、まあ、他の食材とかも一緒に食べるとすっごく美味しいです。茶碗蒸しは結構失敗してたんですけど、今回はまあちょっと火が通ってなかったとはいえ味はすっごく美味しくできたのでリベンジ成功できてよかったです。星 3.8 最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるのでぜひお願いします。では